皆さんはロケットがどこから発射されると思いますか？多くの場合、地上からと答えるのではないでしょうか。しかし、民間宇宙スタートアップのアストロ X 株式会社がその常識を覆そうとしています。なぜ彼らは気球でロケットを宇宙に運ぶという前例のない方法に挑んでいるのでしょうか。なぜわざわざ気球を使ってロケットを打ち上げる必要があるのでしょうか。この疑問の答えには、日本の宇宙産業は直面している深刻な課題と、それを解決する革新的な技術が隠されているのです。今回の動画では、アストロ X のロケット打ち上げ技術、ノックン方式の開発背景、その具体的な仕組み、そして日本の宇宙産業を支える企業の取り組みをご紹介します。当チャンネルでは、このような最新の技術や注目企業をわかりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、日本の宇宙関連産業を牽引する可能性のある技術について、詳しく見ていきましょう。現在、日本国内で製造される小型衛星のほとんどは、海外製ロケットによって打ち上げられているという現実があります。日本は技術的に世界一の宇宙開発国となる可能性を持ちながら、産業としては世界に遅れをとっているという矛盾が存在するのです。実は、ロケットを自国技術だけで製造できる数少ない国の一つである一方で、ロケット発射数は多くありません。打ち上げるためのインフラ不足が、日本の宇宙産業発展の大きなボトルネックとなっているのです。この日本の宇宙産業が直面する深刻な課題を解決するため、2022年5月にアストロ X が設立されました。代表取締役 CEO の小田勝負氏は、それまで経営していた複数の IT 系企業を売却し、宇宙開発でジャパンアズナンバーワンを取り戻すというビジョンを掲げて、宇宙ベンチャーを立ち上げたのです。小田氏は、このままでは IT と同じで宇宙のインフラを海外に取られてしまうという危機感を表明しています。アストロ X の技術チームには、千葉工業大学宇宙輸送工学研究室の和田豊教授が CTO として参画しています。教授は、日本のハイブリッドロケット研究の第一人者であり、2018年には、大学発の小型ロケット洋上発射に成功。2023年には、成層圏に届く性能を有する小型観測ロケットを開発した実績を持ちます。さらに、日本初の純国産ロケットである HIIA ロケットの初代打ち上げ執行責任者である前村隆氏が執行役員として参画しており、日本のロケット開発の豊富な経験と知見がチームに結集されています。日本の宇宙産業市場は2024年時点で約4兆円に達していますが、その一方で海外依存率は依然として高水準です。人工衛星の部品、コンポーネント全体の4割、特に衛星の頭脳にあたる能動電子部品では8割を海外に依存しています。さらに深刻なのは打ち上げ分野です。政府衛星は日本のロケットで打ち上げられているものの、商業衛星については、この10年間で日本から打ち上げられた例は1件のみ。日本政府は2030年代前半までに、基幹ロケットや民間ロケットの打ち上げ能力を年30件ほど確保するという目標を掲げており、民間の参入を後押ししています。しかし、地上発射方式では大規模な射場建設や、高額な運用コストが必要となり、小型衛星の需要に対応しきれません。世界的に小型衛星の需要が急増している背景には、通信、地球観測、気象予報、災害監視など、衛星を活用したサービスの多様化があります。特に、多数の小型衛星を一つのシステムとして機能させる、小型衛星コンステレーションによる、高頻度観測や、通信サービスの需要が高まっており、従来の大型ロケットによる打ち上げでは対応が困難になっています。アストロ X は、この課題を解決するため、
ロケットと気球を組み合わせたロックン方式という独創的なアプローチを選択しました。1949年に米国でロックン方式の概念が発表されて以来、世界で衛星軌道投入に成功した例はなく、アストロ X が世界初の実現を目指しています。日本が抱えるインフラ不足の課題を解決する可能性を秘めているノックン方式とは、どのような技術なのでしょうか。この方式では、地上からの発射は行いません。まず、気球を使って高度約 20km の成層圏までロケットを運び、そこから空中発射を行うのです。宇宙産業の激しい国際競争の中で、アストロ X のロックン方式は、独自のアプローチとして注目されています。従来の地上発射型最新用ロケットとは異なる、全く新しい宇宙輸送の選択肢を提供する可能性があるのです。成層圏では、大気密度が地上の10分の1以下となるため、空気抵抗が劇的に減少することで、ロケットの性能を最大限に引き出すことができます。例えば、地上から高度 30km まで飛ぶロケットを、高度 20km から空中発射した場合、到達高度が 100km 以上まで伸びるという計算結果が示されました。経済的利点も見逃せません。従来の地上発射方式では、大規模な射場建設や安全区域の確保が必要ですが、ロックン方式では海上から発射できるため、これらのインフラ投資が不要になります。アストロ X は、一回の打ち上げ費用を5億円以下に抑えることを目指しており、従来の小型ロケットと比較して大幅なコスト削減を実現します。また、ロックン方式では天候の影響を受けにくいという利点もあります。成層圏は乾燥し、水蒸気が極めて少ないため、地上より雲や気象変動の影響を受けにくく、天候の変化もほとんど起こりません。そのため、地上から発射する場合よりも天候の影響を受けにくいのです。さらに、打ち上げ場所の自由度が高いことで、ニーズに応じた最適な軌道への直接投入が可能となり、従来の打ち上げサービスでは実現困難だった柔軟性を提供できます。一方で、ロックン方式特有の技術的課題も存在します。最も大きな課題は、気球の回収システムの複雑さです。打ち上げ後の気球を安全に回収するためには、高精度な位置予測と回収チームの迅速な対応が必要となります。他にも、上空での姿勢制御など、従来の地上発射では経験のない技術領域で課題が多く、これまで70年以上にわたってロックン方式は実用化されていませんでした。アストロ X は、これらの技術的ハードルを一つずつ克服しようとしています。打ち上げ技術に注目してきましたが、ここからはロケット本体の技術にも焦点を当てます。アストロ X のサブオビタルロケットホークスは、全長約6メートル、直径約33センチメートルの単弾式ロケットです。このロケットは、固体燃料と液体酸化剤を組み合わせたハイブリッドロケットエンジンを搭載しており、従来の液体ロケットや固体ロケットとは異なる特性を持ちます。ハイブリッドロケットエンジンは固体ロケットよりも安全性が高く、液体ロケットよりも取り扱いが簡単という両方の利点を併せ持っています。固体燃料と液体酸化剤が分離されているため、爆発のリスクが大幅に軽減されるのです。また、火薬を使用しないため、取り扱いや管理が容易になり、運用コストの削減にもつながります。さらに、アストロ X と千葉工業大学は共同で低融点熱化蘇生樹脂という新燃料を開発しました。この燃料は従来のハイブリッド燃料の3から4倍の燃焼速度を実現しており、これまでハイブリッドロケットの欠点とされていた水力不足の問題を解決しました。環境負荷が低く、有毒な排出ガスを出さないという環境面でのメリットも備えています。着々と技術開発を進め、ロックン方式の実現を目指しているアストロ X。実はすでに、世界で初めて方位角制御を用いた気球からのモデルロケット空中発射実験には成功しています。
この実験では航空中の非係留気球において水平方向の姿勢制御を行い、ロケットを空中発射することが可能であることを証明しました。気球に吊り下げられたロケットは風や気流の影響で回転してしまう可能性があり、これを制御しなければ正確な方向にロケットを発射することができません。アストロ X は大林組株式会社と共同でジャイロ効果を利用した姿勢制御装置を開発しました。この装置は内部でフライホイールと呼ばれる円盤が地面と垂直に高速回転し、それを傾けることで水平方向の回転力を生み出します。過去に気球からロケットを発射した例では姿勢制御装置がついていなかったため、この成功は技術的に大きなブレイクスルーとなりました。さらに2024年11月には高度 10km 級のハイブリッドロケットの発射実験に成功しました。現在もアストロ X は2025年度中の宇宙空間到達、2028年度中の衛星打ち上げ成功という具体的な目標に向けて順調に進歩を続けています。実用レベルに到達するまで道のりはまだ遠いですが、 JAXA や千葉工業大学との連携を深めながら技術開発を加速させています。最終的には年間50回の打ち上げを実施し、年250億円規模のビジネス構築を計画しています。日本の関連企業。最後にアストロ X のロケット開発に関連する企業を1社、同じ小型ロケットの開発を進めている企業2社をご紹介します。大林組株式会社、証券コード1802。大林組は1892年創業の日本最大級の総合建設会社で、建設業界のパイオニアとして多様な事業を展開しています。同社は建築、土木、解体事業に加え、新規事業として宇宙関連技術の開発にも積極的に取り組んでいます。同社とアストロ X はロケットの姿勢制御技術開発における重要なパートナーシップです。同社が建設用クレーンで資材を持ち上げる際に、風などで吊り荷が回転するのを防ぐスカイジャスターという装置を、アストロ X 向けに気球からのロケット発射用姿勢制御装置としてカスタマイズしました。この技術提携により、建設業界の実用技術が宇宙産業に応用される画期的な事例が生まれました。実は同社は2012年から宇宙エレベーター構想を掲げています。カーボンナノチューブを使った全長約96,000km の宇宙エレベーターを2050年以降に完成させ、宇宙へのアクセスコストや安全性を向上させる計画を進めています。同社の宇宙エレベーター構想にとって、アストロ X のロックオン方式技術は重要な要素技術となる可能性があります。宇宙エレベーターの建設にはまず宇宙空間に建設資材を運ぶ必要もありますよね。ロックオン方式による低コストな宇宙輸送は、この壮大なプロジェクトの実現に向けた重要なステップとなるのです。インターステラテクノロジズ株式会社、未上場。インターステラテクノロジズは2013年に設立した日本の民間ロケット開発企業です。同社は夏のロケット団という愛称で親しまれ、日本の民間宇宙産業のパイオニア的存在です。同社はアストロ X と同様に小型衛星打ち上げ市場をターゲットとしています。観測ロケットであるモモの開発を経て、現在は小型衛星打ち上げ向け液体ロケットゼロを開発中です。2019年5月にはモモ3号機が日本の民間ロケットとして初めて宇宙空間に到達するという歴史的な成果を達成しました。同社は液体燃料を使用した地上発射方式を採用している一方、アストロ X はハイブリッド燃料を使用した空中発射方式を選択しています。同社は複数の大企業や政府からの補助金交付が決まるなど資金調達を加速しており、今後も日本全体の宇宙技術力向上に貢献するでしょう。
本田技研工業株式会社、証券コード7267。本田技研工業は、二輪車、四輪車、航空機など多様なモビリティを展開する日本を代表するグローバル企業です。近年は、モビリティの力で人の可能性を広げるという理念のもと、宇宙事業にも本格参入しています。同社の宇宙事業の中核は、最新大型ロケットの開発です。2025年6月には、自社開発の最新大型ロケット実験機を用いた離着陸実験に成功し、着地点の誤差はわずか37センチメートルという高精度を実現しました。これは、従来の使い捨てロケットと比較して、短時間での繰り返し運用が可能な、サステナブルな宇宙輸送の実現を目指すものです。また、ホンダは JAXA と共同で月面エネルギーシステムの研究や、アストロスケールと共同で軌道上サービスの一つである人工衛星の燃料補給システムの開発にも取り組んでいます。特にアストロスケールとの協業では、ホンダのロボティクス技術とアストロスケールのランデブードッキング技術を組み合わせ、2029年を目標に地球低軌道での燃料補給技術実証を目指しています。同社の宇宙事業の特徴は、自動車や航空機開発で培った燃焼、制御、誘導技術を宇宙領域に応用している点です。最新大型ロケットの開発は、従来の使い捨て型と比較して、環境負荷を大幅に削減できる可能性があり、2050年カーボンニュートラル目標とも合致しています。今後は、2030年までに小型ロケットの商用化を視野に入れ、地上と宇宙をつなぐ新たなモビリティネットワークの構築を目指しています。いかがでしたか？アストロ X の空中発射方式ロケット開発は、日本の宇宙産業全体に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。今回ご紹介したロック運技術は、70年以上前に構想されながら実現されなかった夢の技術であり、アストロ X がその実用化に世界で初めて挑戦しています。2022年の創業以来、世界初の方位角制御モデルロケット空中発射成功、山岳連携体制の構築、地勢制御技術の確立、ハイブリッドエンジンの実証、そして2024年11月の高度 10km 到達と、重要なマイルストーンを次々と達成してきました。そして2025年中には、ついに高度 100km の宇宙空間到達という歴史的な瞬間が待っています。皆さんの日常生活への影響も決して小さくありません。現在、天気予報、GPS、衛星通信、災害監視など、私たちの生活に欠かせない多くのサービスが人工衛星に依存しています。アストロ X のロック運技術が実用化されれば、これらのサービスがより高頻度で、より低コストで提供されるようになります。また、新たな衛星サービスの創出により、農業のスマート化、物流の効率化、環境監視の高度化など、様々な分野でイノベーションが加速するでしょう。日本の宇宙産業は現在、重要な転換点にあります。海外依存率は依然として高い水準にありますが、民間企業の参入により、状況は確実に改善しています。アストロ X をはじめとする日本の宇宙スタートアップの成功は、日本が宇宙開発において、再び世界をリードする国となる可能性を秘めているのです。2025年、アストロ X の FOX ロケットが成層圏から宇宙空間へと旅立つその瞬間は、日本の宇宙産業にとって新たな時代の幕開けとなるでしょう。私たちは今、歴史的な瞬間の目撃者になろうとしているのです。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。